2018年4月3日10時特集、女子社員コラム言わせて K、女子社員コラム言わせて K。先日、出張に行くたびに気になっていた、福岡、北九州市小倉の、北九州市漫画ミュージアム、を訪れた。このミュージアムの名誉館長は、銀河鉄道999の作者で知られる漫画家の松本零士氏。小学3年の時に小倉に移り、漫画家としてもデビューしたゆかりのある土地だという。JR 小倉駅新幹線口のベンチに座っている、銀河鉄道999のヒロイン、メーテルのブロンズ像が出迎えてくれる。その横には星野鉄郎、少し離れたところには宇宙海賊キャプテンハーロックといった他人気キャラクターの姿もあって、ファンにとってはたまらないスポットだろう。ちなみに小倉駅周辺で流れている迷惑防止条例のアナウンスは、メーテル役の声優、池田雅子さんが担当している。漫画ミュージアムは漫画やアニメを、見る、読む、書く、のテーマで展開されている。見るは松本市や北九州市ゆかりの漫画家の作品を展示し、その歴史や魅力を紹介するコーナーだ。読むは約5万冊の漫画単行本を自由に閲覧できるスペースに、椅子やソファが用意されており、リラックスしながら漫画を楽しめる。書くは漫画体験、スクール、アシスタント体験など参加型のもの。どのテーマも漫画に親しめるものばかりで、子供はもちろん、大人も楽しめる内容となっている。入館料は大人400円、中高生200円、小学生100円、小学生未満は無料、休館日は火曜日、年末年始など。特に人気なのは、読むコーナーで、好きなだけ漫画を読めるだけあって、人の出入りが最も多かった。このミュージアムが自宅近くにあったなら、漫画好きの私はきっと何度も通い、時間を忘れて読みふけってしまうだろう。小倉を訪れた時は再び足を運ぶことは間違いなさそうだ。山本博美、今、あなたにおすすめ。